リライズニュースの編集を務めています、河野と申します。今日は、えー、コミュニケーションコーチの井上慎吾様に話をお伺いしたいと思います。はい、お忙しい中ですね、お時間作っていただきまして、誠にありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。えー、それでは、早速質問の方に入っていきたいと思うんですが、はい、井上様はどのような夢やビジョンを 描かれて終わ、えー、るでしょうか。はい。夢やビジョンですね。はい。うんと、人そうですね。人も組織も、はい、無理なく自然である社会ですね。はい。でありたいなとか。うん。なんかそういうまあ夢っていうかなんかビジョンの方ですかね。なんかそんなことを<ー>はい考えてます。うーん。 無理なく自然な感じはい。無理なく自然な感じですね。なんか、こうちょっと具体的にイメージするとしたら、はい、なんか、こんな感じとかっていうのはありますかね。はい、そ,うねそうですね。まあ、仕事柄、そのコーチとして、パーソナルのコーチングもあれば、はい、その、チームとか。 ですね、組織向けの,あのコーチングファシリテーションとかやってるんですけど、はい、やっぱりその過程においてはやっぱり何かしらのこう今より良くなるために、はい、なんかこうやっぱ変化をやっぱ何かを変えていかなきゃいけないっていうふうにあるじゃないですかなんかやっぱそういう時って、はい、あのすごいいろんなパワーをかけながら変えさせようとするケースって結構ないですかね。 コーチングじゃなかったとしても優秀、はい、的なマネージメントとかそれこそ教育でもそうだと思うんですけど<ー>何かこう改善しようとするといろんなこうパワーかけて何とかこう変えさせようっていうふうにしてですあ自分もそれが必要だと思ってましたしうん、うん、そういうことをされながらやっぱ今があるっていうのもあるんですけど、はい、結構やっぱりこういう感じの変化 をすると瞬間的に良くなったように見えるんですけど、<ー>変わってる側にはずっとやっぱりストレスかかってて、なかなかやっぱそれが続いていかなかったり、はい、あとはその、なんていうんだろうな、えーと、やってる側は結局苦しいだけで、<ー>やっぱりどっかのタイミングでより戻っちゃうんですよね。 なのでやっぱりそういう変え方って自然じゃないよなっていうふうに思ってですねだからやっぱり人間が一番力を発揮できるのは逆に力みのない状態で自然体である時っていうのはあのやっぱり瞬間的にこう大きな力が発揮できるしああ変化にもこうし適応しやすいと思うんですよね硬<ー>くなってないからこう柔らかい状態だからなんかそういうまあえっ、ー、ともともといろんなこう パワーをかけてて変えていくみたいなことをやるやらされるみたいなところを覚えて、はい、でもなんかこれだと続かないよなみたいな<ー>もっともっと実はあのもっと本当に強く続けられ持続的になんかこう変,え変わっていけることってあるんじゃないかなって感じてて、うん、そういう中から出てきた、まあ、表現っていうのが無理なく自然っていう、はい、だから変化していく変化をしていく上でのその人にとって無理のない形の変わり方とか 緩やかでもだん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 変わっていくってそういう,こう自然な変わり方ですいう、ね、<ー>はいそれがこうちょっとイメージです具体的なうんありがとうございますいえ <Yeah. S 1> んかとてもんかナチュラルというか力を抜いてこう<あ>楽しくできそうな今感じがしました<あ>お話を聞いて。 なんか武道に例えるとやっぱ合気道とかああいう感じかなってなんか結構ああいう武道を極めた人たちって逆に全身の力ってどんどん抜けてって、はい、でもなんかこう瞬間的にものすごい力をガッと入れてあのことをこうなんかやってくるじゃないですかんかそ,そういう感じですねあやっぱ人間の体とか思考っていうのはああいう風な感じの自然な状態っていうのはやっぱ一番理想なんだろうなって。うん うんはいそんなイメージですはいありがとうございますはいえー、そうしましたらえー、そういったまあビジョンを具現化していくのに、はい、えー、どのようなこう目標や計画っていうのを立てておられるでしょうかはい。はい えーと、まあちょっとなんかこのビジョン、このビジョンに対して、なんか目標はとか計画はっていうと、あんまりちゃんと立ててはないですね、今。ああ<ー>はい。そのために何か、まあそもそもなんかし無理なく自然っていうものがすごい定性的な感じだから、なんか定義しづらいところがあって、ああ<ー>、うん。なんか常にこう、変わ、なんていうか、ちょっとそこに対してこうしてこうしてこうやっていくっていう、それ自体になんかこう無理があるような感じがするっていうか。あ<ー>はい いう感じがしてますね、まあはい、ただ、えっと、そういう無理なく自然な社会でいたいな作りたいなとかなんかそういうビジョンを持った上で、うん、今、まあ、個人とか組織に対して、はい、えーとコーチングとかファシリテーションとかいう形でその人のこう実現のサポートしてますけど、うん、そういうグ参画しているプロジェクトとかチーム単位にはちゃんと具体的には目標を設けてますね。 あこのチームが実現したいものは何じゃあそれをいつまでにど,、はい、どうやるかとかどこまで目指すかみたいなそういう目標は、うんうんはい、ですからまあ今はどっちらかとい今はそのビジョンの実現って考えると今は携わっているこの一つ一つのこうプロジェクトとか、はい、まあ,あえてプロジェクトってくくっちゃいますけど なんか今携わっているこのプロジェクト一つ一つにちゃんと向き合って、うんうん、そこにあるこう目標とか計画とかっていうものをこう一つ一つこう実現していくていんですかね、関、うん、わっている人たちの中で実現していくと、なんかその結果が結局ビジョンに行き着いていくんじゃないかなかそんな感じの考えでやってます、うん、したありがとうございます。 なんか向き合ってみたいな感じをです、ね、ちょっとお話聞いてて受けました、はい。ありがとうございます。はい、えー。そうしましたら、えーはい、そういったビジョンですね、うんえー、こう、無限化していくのに、うん、現在こう、どのような活動指針を持って、はい、どのような活動をされておられるのでしょうか。はいうん、はい、そうですね。うん、大体どのプロジェクトもうん、やっぱ 基本的に持っているものとしては、はいあの、流れを感じるっていうふうにします。流れ,流れですね。はいはい、はい。あの、なんかそれぞれそこにあるこう場の流れとか、はい、感情の流れとか、人同士のこう組み合わせ方の流れとか、あと時間の流れとかですね、<ー>いろいろあるんですけど、はい、はい。なんかこういうふうな流れをこう常に感じる自分自身が。 でそれがなんとなく進もうとする方向に流れに乗ってるのかとか、はい、もしくはちょっとなんか無理しすぎてなんか力入りまくってるような、まあ、これ力んで進んでる感じがするかとかこっちの方向のはずだけはなんか全然違う方に行ってるなみたいなそういうのですね。なんかまずその辺りをこう しっかりこう全体的に感じるようにするっていうのを結構きあの活動指針にはしてます。なんかあれですか、こ,こ、はい、はい、ちょっとわからないですけど、うん、その、ね、なんか瞑想したりとか、はい、そういうこともされるとか、そんな感じでっていう。そういうこと,とは飛、い、び、はい、されてないとか。

どういいいったらかなもう一回ちょっと質問してもらえれば。その人と人との関係だったりとか流れを大事にしてそこを感じることをすごい大事にされてるっていうことだったかなと思うんですがそこを大事にされる感じるって言った時になんかこう こういうことを心がけてなんかこういうことに気をつけてるとかなんかその例えばそういうことを感じるもうセンスを常にこう、はい、アンテナを高めるためにまあなんか瞑想を心がけてますとかううとす、ね、例えば人の話をよく聞くようにしてますとか、うん、なんかこう、はい、そういうことは。 なんかかああるのかなと思ってですありうますまずやっぱ自分のメンタルをしっかり整えておく必要があるので、はい、あのやっぱりそういう過程で何ていうの朝湯ちょっと瞑想してみたりとかあ,<ー>あとはあのウォーキングを朝湯やっぱ歩く時間をとってあ<ー>、はい、歩きながらちゃんとこう呼吸を感じながら歩くとかですね はい、ただ歩くだけじゃなくて、そのちゃんと呼吸をしながら、はい、かつその呼吸自体に意識を向けていくと、<ー>自分の中にいろんなこう感情とか思考が存在するので、なんかそういうものをこう感じながら、あ,<ー>あこんなのがあるな、こんなのがあるな、みたいな、うん、そういうふうな形でこう日々こう整えるっていうふうなことはやってますね。あ,<ー>はい、あと、こういう実際のこう集団の中のファシリテーション、コーチングとか、はいうん、では、 あの感情の揺れとかをすごく意識的に、はい、目を向けてますね。<ー>はい、ですからこう目で見てるものっていうよりはどっちかというとこう第六感的な直感っていうんですかね。なんかうん<ー>っていうなんかあるじゃないですか日常的に。はい、あ,あります、ねはいまあ、違和感って言ったりするかもしれないですけどうん、うん、できるだけその自分の中のうんってなるようなその直感に反応できるように。 相手に意識を向けて話はしてるんですけど、自分の中にも意識を持って、そういうピンときたものをすぐ拾うっていうことは、あのすごく意識的にやってますね。ありがとうございます。なんか、はいうん、あれですね、ええ、反復していけば、はい、もう誰でもこう身についていくようなものをなんでしょうかね、そういうのはあ。全然できると思います、トレーニング。 いかに自分の中に動いているこう感情とか思考を自己認識するかなので<ー>、はい、一個一個掴んでいけばあなんかいつものあれが出たとかあ,<ー>、はい、あれこれ新しい感覚だなみたいなふうには思えるようにはなりまんか,あそうすかないものを見つ,、うん、見つけていくっていうよりもともとあるものにこう、はい、気づいていくみたいなあそうです、ね、そんな感じですかねそうですね。 はい、でそれがこう、まあ、人とあれして表情に見えるものがありますけど、はい、やっぱそれだけじゃなくて、その中側の感情とかですね、相手の思考とか、あとはなんか関係性っていうのもあるんですけど、この人とこの人の関係性みたいな、ああな,んかなんかそういうところまでにこう意識が、なんかこうそこをこう見ていくような感じとありますね。 深いそうですね、なんかもうちょっと具体的にこうとか言えばいいですけど、だいぶやっぱ、ね、元が感覚的だから、ちょっとやっぱそんな表現になっちゃうかなっていうとい <laughs> うありがとうございます。いいえ,いえ <laughs> えー。そうしましたら、えーはい、そういった今のこうビジョンを。えーうん 描くようになったその出会いとか、はい、その出会いの中での、ねはい、こういう,こう気づきとかっていうのは、どういったものが終わりだったんでしょうかうんと、そうですね、まあビ、ビジョンを持ったきっかけですよね、ビジョンを持ったきっかけっ。そうですね、はい、ね。ちょっと2つ、なんか大きなポイント2つあるかなと思って、はい、はい、まずその流れ、このなんかこういう流れってあるんだなって気づいたのが数年前。 3年前か4年前かですね。この今やってるコーチングのトレーニングがありまして、はい、まあそのトレーニングに参加しているときに、はい、自分のこう今までの歴史を振り返るっていうものがあったんですけ、はい、どういう生き方をしてきたかっていう、<ー>はい、それをこうしっかり振り返って、はい、ストーリーテイリングのようにこうみんなに話すっていう。はい そういう,こう,こう、まあ、メニューがあったんですけどうん,、うん、なんかそれで振り返ってみたときになんかあ自分ってずっと競争してたなって気づいたんですよね<ー>はいなんか常にこう結果を出そうとか、はい、誰よりも何かこう勝ろうとか何かで一番を取ろうとか、うん、どちらかとこう自分自身は本当は好きじゃないのにとか思いながらも結局こう周りの期待値とか<う>周りから見えてる自分とか、はい、そこばっかりを見て 自分らしさとは全然真逆の何かを起こしてるみたいな。<ー>はい。あ、なんかそういう生き方してたなと思ってですね。うん、で、なんかこれをこう川に例えると、はい、本当はこういう流れなのに、なんかずっとその川の流れに対してクロールで逆流しまくってるみたいなあ<ー>生き方してたと。あなるほど。はい。はい、ですから常になんかわかんないけど、うん、逆流に自分から飛び込んでって。ううん、うん 逆流をなんとか登ろうとしているとかひたすら。頑張るけど進まないみたいな。ああ、そうですそうです。頑張ってるけどつらいみたいな。でも、一ちろんその逆流をずっと登り続けてるから、ものすごい筋肉ついてるんですよね、やっぱり。ああ、なるほどなるほど。だからやっぱそれを登れるだけでいろんな、それをあえて言うのはビジネスの中でいろんなスキル、経験とかなんですけど、実際それをやってきたから、すごく力、筋肉がついてるんだけど、 ずっとこのまま逆流し続けるのかっていうなんか自分への問いをそこで受けたって感じですね。<ー>はい、ですからまあそのトレーニングの過程で<ー>ふとちょっともうそういう生き方しなくていいんじゃないかなと思ったんですよ。<ー>はい、要は自分の思うように自分の向く方向に行けばいいんじゃないって、うんうん、一応それの自分の向く方向に行った時にそれをやっていくだけの多分筋肉はもうついてるっていう。 あそれは今まで逆流し続けて筋肉いっぱいつけてるからあとはそれの使い方をあの負荷をかける方じゃなくて自然な状態の中でタイミングタイミングで出すっていうなんかそれをこうそれに気づいてですねなんかそれと一緒にあなんか流れってあるなっていうふうになったんですよね。 そう例えて自分をそう例えてみたらあ、うん、そもそもなんか自分のこう人生っていうか生き,生きてるこの中に大きな流れってあるなって思ってあ<ー>、はい、だからその大きな流れっていうのは自分の直感が向く先だったりもするからうん、うん、じゃあなんかそこに乗ってみようっていうふうに思って、うんはい、それがこう流れを感じた瞬間ですね気づいた瞬間はいですね。うん、はい でまあ、実際にその方向に向けてみてから今があるって感じなのでなんかやっぱり意外とやっぱりその当時はこうしなきゃああしなきゃみたいな感じでいたけどうそうじゃなくてこうしたいな、はい、あしたいなっていうかーーマストからウォントとかに変えたっていうかなんとなく、はい、でそれによってまあ気の向くままに動いてきたらやっぱり必要なものってどんどん入ってくるし。うん なんか世界もどんどん広がっていくなっていう、なんかそういう感覚がつかめたっていう感じです。はい。それが最初にちょっと流れを感じたところですね。2つ目話しちゃっても大丈夫あはい、大丈夫です。<laughs> あそうですみません。でも、まあ、もう一つ、2つ目が、はい、その流れ、その流れって、あ流れをさらに何か核心に変わった瞬間っていうか。 あはい、最初が流れに気づいたっていう、ねはい。流れに気づいなんとなくって感じたのが、はい、あやっぱあるわと思ったのは、本当に私に入ってからで。へはー、はい、はいあの。大地の再生っていうですね、あのはい、なんていうんだろうなこう、自然本来の、まあ、だこうなんていう大地、自然のこう森とか山の地面、ね、大地はい、そこのこう水と空気の循環っていうのを整えていくことで、はい その自然の本来のこう力を引き出していってそのこう地を這う根とかですね草木が育っていって丈夫なこう木に育つで結果的に健康的な森になるってです,ねすごいざっくり言うとそんな発動をされてらっしゃる方々がいらっしゃるんですけどんかその方々が言ってたのが自然の変化っていうのはゆったりだと。 ぱっと見わからないけれども、うん、すごくすごくじっくりじっくり進んでますと、うん、でここを大きな何か工事とかでぐワっと穴掘ったり、うん、切ったりして場を変えることはできるんだけどそうするともう場は変わるけれども続かないんだそれはっていうどっかで絶対反動が来てそれが山を崩れちゃったりとか、うん、急に水が枯れちゃったりとか、うん、そういうふうになっちゃうっていうだから基本的にはもう小さな変化 をずっとコツコツ続けていった方が結果的には健康的で丈夫でずっと続く状態になるんだよねっていう、うん、おおみたいななるほどってあ人間もだってもともと森と山と生きてて生き物である以上、うん、そこは一緒なんじゃないかなっていうふうになってですね、うんはい、でそれをこう今まで自分のこうマネジメントした側を受けてきた側っていう観点で見た時にあるかもなそれっていうふうになって、うん はい、同じかもしれんっていう、いや、かもしれんって、同じだわって思った。<laughs> うんから、はい、やっぱ強引に変えた組織は続かないんだろうなって、<ー>やっぱりじっくりじっくり、ちょっとずつちょっとずつどんどん変えていった先に、ものすごく強くて持続する組織がある、うん、うんかつ人間があるっていうふうに、はい、なんかまあそれをこう、まあ、今年は本当に核に変わった感じですね。うんはい ちょっと長くなったけど、そ,そんな感じです、ここはあ。ありがとうございます。はい。うんん川の話とかすごくわかりやすかった、ね。あ、そうですかはい。今一生懸命こういうやつだけど、はい、あ,のあれと思ってみたら、川の流れがあったんだみたいな。あ、そう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 。いやー、なんかそれってどういうものなんだろうって言ったら、<laughs> はい、はこういう,こうゆっくりと自然の。うん まあそのできる、持続する過程の中で、うん、あこういうのがあるんだなっていうのにこう気づいたみたいな。うんうん、とあとあ、それ、その今までのこの筋力トレーニングが、やっぱ無駄でもなかったっていう、はい、そういうのもすごく印象的でしたね。うんうん、やっぱその逆流し,、はい、してたけど、筋力はついてたっていう。うん、あそうですね。なんか、然なんか無駄なものもないんだなっていうのも。 ああ確かにそうです本当にそうですねなんかちょっと補足になっちゃうとどっちかっていうとなんか無駄ばっかりだなとか思ってたんですよなかなかこう、はい、これやって意味があるのかとか,、はい、なんかこれをやった結果なんか自分の求めた結果じゃなかったりとかあったからなんか無駄ばっかりだなとか思ってましたけど うん、なんかこのトレーニングでってあ何にも無駄なもんないってやっぱ思いましたねその時あ<ー>、はい、す全てのもういいことはいいとしてもどっちかと悪いこといっぱいあるじゃないですか世の中って悲しい悔しい怒るとか残念なこととか、うん、失敗とかあるんですけど意外とやっぱりそれはそれで全部今に至る過程なんだなっていう風に、うん、あ何も無駄なものはないなっていうふうにはこの時やっぱ思いましたね なんか大きなその流れの視点に立ったらすごくなんかいろんなものを感じるたりとかもの、はい、の見方が全然変わっていくんですね。はいはいはい、そうですね、うん、変わっていきましたね。うんうん、いろいろやっぱり受け取れたり受け入れられるようになりましたね。あ<ー>自分のこうよし悪しでこう判断しないというかこうフラットの視点というか。うん ありがとうございます、はいえー、そうしましたら最後の質問なんですが、えー、<あ>そういった出会いの、はい、さらにの背景には、えー、何があったのでしょうか背景あ、はい、こ,うこういうふうな背景あそうですねうんそうですねんだろうなああ、まあ、ちょっとさっきの話後半の話に絡めると何をやるにしても何ていうのかな こうきっとこれはそのうちの自分の人生の糧になるとかいつか必ず必要とされる時があるっていうふうに結構なんかいろいろ苦しいことやっててもなんかそれはずっと持ち続けてたんですよねだから失敗しても別に死ぬわけじゃないしとかきっとこれは次自分のこれからの何か成長のための多分栄養になってるんだなみたいなことをなんかずっと感じてきた。 すかそれをやってる過程であれ意外ともしかしたらちゃんと意識したものって現実になるのかもしれないと思うようになって,って<ー>はて、い、そうやって思い込むことで実は本当にそうなるみたいな世界がありそうだってなってきて<ー>だとしたらなんかあれもないこれもないって考えるよりはきっとこうなるとか、うん、こういうものが得られるとかうん,、うん、なんかそういうふうにこう前向きに考えていった方が生きて,て楽しいじゃんってなってって<ー>はい なんかそうしたらだん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 やっぱりこう必要なものが必要な時にあられるっていう経験もして、うんはい、おなるほどっていう風な、うん、そういう感じでこうなんか自分の今目の前に起きてることはすべて意味があるんだっていう風なこうな捉え方をして、うん、ちゃんとそれをこう一個一個なんていうのかな、うん、逃げずに逃げずにっていうかなんていうんだろう、まあ、見つめてきたっていうか。 一つ一つ全ては意味があるものなんだなっていうふうにやってきたからこそなんか今まあこの流れだったりとかえと今,今のご仕事だったりとかはいビジョンだったりにやっぱこう行き着いたんじゃないかなって思いますありがとうございますはいなんかこのあれですけどやっぱ今のこの変化の激しい中でそのまあこう いろんなものをこう丁寧に向かい合いなかなか会いづらいっていうところもあるかなって私に感じる、うん、私なりに感じるところがあってやっぱその中でもすごくなんか大事なメッセージだなっていうのを感じました。本当に今ねうこう出会ってることとじ,、ねはい、じっくり向き合って、うん、なんか一,一歩一歩こう、あのー、進んでいくっていうのは、はいうん、すごく大事だなっていうのを 今日はココミュニケーーションコーチの井上慎子様にお話をお伺いしましまた、えー、本日貴重なお時間とお話ありがとうございましたここちらこそありがとうございました。